このように、日本の漢字と比較すると、中国の漢字は、画数が少なくなっています。この動画では、そんな簡体字をまとめました。簡体字を覚えることで、中国語を勉強せずとも、単語の意味を推測できるほか、速記性が高いため、手書きするときに便利です。では、見ていきましょう。海、渡ったの4画で済みます。日本でも門の略字がよく使われていますね。ちなみに、これらの字は門構えがなくなります。面、をつけることで、複数形にすることができます。言弁は、行書体のように崩されます。形成文字ってやつでしょうか。音符がより簡単なものに置き換わっています。ちなみに、障子、でスマホという意味です。こちらも形成文字。
ビリビリの弾幕にも、涙目って使われたりします。チーと発音し、食べるという意味になります。ということで、今回は簡体字をまとめてみました。これを制作するにあたり、こちらのサイトを使用させていただきました。気に入った漢字があれば、ぜひ使ってみてください。あ、もちろん他の人が見る文章では使っちゃダメですよ。